裏東京実家しゃきましたよ。今日はね、いよいよメンバー招集ってことで、でまずはね、一人目、この人しかいないでしょう。相方ロングパンチ山根、中国上海にいるんですよ。電話をしたいと思います。出ないか。出た。もし山根出ました。山根出た。もう何始まってんのって今風呂上がりだよ。いい理由だな。なっとります。テンションが違いじゃん、全然。さっきとテンション違うじゃん。久しぶりだね。だって丸2年帰ってないからね、2年以上に。今中国で今仕事してんだもんね。解散して、コンビを解散して中国行ったんだっけ。はい、もう30年近くいることになったね。みんな知らないから。え、ロングパンチの山根知らない。知らねえよ、お前。全然世に出てねえじゃん。いや、だから解散して、3、4年は鳴かず飛ばずどころか、もう全然ダメだけど、一応芸人、活動はしてて、ただ吉本っていうかね、次組んだ人がもともと芸人やってて、違う事務所とかとの、まあ、知り合いがいたから、はいはい、違う事務所も、ちょこちょこ出たりしながらみたいな感じだったね。あ、はいはいはい。で途中からもうほぼほぼ全然ダメで、芸人活動もしてないけど、ね、就職もできず、で日本でちょっと少し働いて、2010年にもう一回中国。そもそもあれだもんね、NSC の入学が大学卒業した年、24歳か。ちょっと待ってよ、俺二浪してんじゃねえか。何歳だっけ。俺はお前ちゃんと、お前ちゃんとあの、言っても学歴はね、あの、学歴だけは高学歴なんですよ。大学高大。いいよ。卒業して、2年働いてお金貯めて、で入学したんですね。そうそうそう。だから入学自体は24歳。で、の金作っていこうかなって準備したら急に年が、俺も一緒にちょっと NS 行こうかなって。そうね、軽いノリでね、おいおいおいみたいな、何行くのみたいな、そんな感じだった。そう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 。でもなんかそうだね、俺もなんかダラ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 なんかやってたね。年なんかスタッフとかやってたじゃん、なんか卒業して。ああ、そうね、そう、あの NSC っていうのがその卒業するとその一期後輩の1年間をスタッフでやるんだよね。何人か選ばれてね、はい、そうだから俺なんか卒業してね、NSC の近くのパチンコ屋でバイトはしてたけど、でロングパンチ 3,4 ヶ月か、その後、解散、確かにロングパンチ選抜に何個か入ってたんだよね、選抜クラスにね。と NSC ってその半年後ぐらいからその各クラスに選抜クラスができてくるんだよね。各先生のお気に入りのメンバーを上に上げて、選抜クラス、その例えばダンスだったらダンス、表現だったら演技とかだったら発声とかだったらってクラスがあって、少人数で見てもらえるんだよね。これ覚えてるけど、もちろん一番選抜クラス多かったのオリラジだけど、途中でね2番目に選抜クラス 多かったの、俺らロングパンチ。そうなの。途中でうちらのネタさ、まあ、中身スカスカのさ、ネタしかやってなかったじゃん。いやさ、最近さ、ペーパーレスだよね。あー、ペーパーレス、世の中から紙がどんどんなくなってる。あ、そう、全然使わないもん、紙がどんどんなくなる。まあ、誰が紙の毛ないぞ。お前のことじゃねえんだよ。買おう買おう、お前、まあ、やめとけよ、お前。どんだけ今日もさ、毛先で遊んでると思ってる。遊べてねえんだよ。誰がギャッツビー愛好者。控えてねえだろ、お前。だからあのネタの先生とかにさ、すげえダメ出しもらってたじゃん。大工さん名前出すね。その先生にうちらボロクソだったもんな。ボロクソで、途中で俺覚えてるのが腹立って、ネタの最後の方に、立って後ろ見てズボンを下ろしてパンツ一丁になって、大工先生の顔見ながら大当たりって言ったら、お前ダメそうとかって言われたけど。それでもさ、気に入ってくれる先生とかいてな、うちら選抜クラス入れてもらったりしてたもんね。エクスプレッションとかダンス
とかもそうだけど、ネタとかも確か木村先生とかさ、ああ何人か、そう、木村雄一先生いた、ね、いたね。で、だトータル的には、うん、途中であのオリラジの次に多かったんだよ。で、喜んだ記憶あるもん。おみら見ろとか言って、ほら発表あるじゃん、選抜クラス。あ、あるね。あれって、コンビだったら、誰か一人が入ってれば、コンビでそのクラス受けれるんでね、確かね。ほんで、山根がそこに選ばれて、俺は別にエクスプレッション全然ダメだったのに、なぜか山根が入れたから俺も便乗して、そのクラス、選抜クラス受けてたんだよね。あの、選抜決める前とかにあのスケッチブックを持って、うん、絵を描いて、うん、その絵の通りになんか感情を表現するみたいな授業があった。あったね、あったね、うん。スケッチブックを俺が部屋に置いてた、置き忘れてたんだけど、とりあえず学校、うん、NSC 行って、で、トシがほら、うん、俺忘れたから家取り行くっつって、うん、俺絶対取り行くから山根ちょっと3分5分遅刻しちゃうけど先出といてみたいな、うん、俺後から行くから、うん、で俺信じて、うん、俺スケッチブックなかったらどしかられるの分かってんのに、とりあえずスケッチブック持ってる体で、で授業先に出てて、うん、で3分5分で絶対行くからって言ってんのに、10分経っても15分経っても来なくて、でその時もうスケッチブック持ってないからよしはいいのに、うん、じゃあやりたいやつだって言った時に、うん、いつものテンションはいはいはいって手を挙げたら指刺されちゃったスケッチブック持ってないのに、それでよし、じゃあ山根前に出てこいって言われた時に、うん、先生すいません、実はスケッチブック持ってませんって言ったら、うん、それでもいいから山根前出てこいと、わかりましたって、うん、バーって前出て行ったら、うん、もう持ってた竹刀で、うん、頭先からつま先まで30発くらい殴られたのみんなの前でこれ待って、これ待って、これは使える話なのかちょっとわかんないけどいっぱい見てたから、そうなんだよね、目撃者ね、そうだから 4,50 人大人の前で、うん、出し越しにしばかしないでな、帰れって言われて、けどあいつ結局授業来なかったなと思って、うんうんうん、でまあ家にいるのかなと思ってガチャンと来たら、うん、お前パンついちゃってテレビ見ながら、お帰りお帰りじゃねえんだよ頭がさ、もうじゃがいもぐらいボコボコになってるさ、太ももとかもすげえもうフルスイングで俺バシバシ立ってましたから全身じゃあ俺もね、すぐ戻ろうとしたの、うん、でも怖くてさ、俺授業出てる時で一番怖かった俺ああいう風に言うから信じて待ってるのに行かなくてよかったって思ったもんふざけんなお前で、その後お前その日の夜さ、うん、俺風呂入ろうと思ってさもう足がさ、うん、もう紫とか黒とかの単行あの青混ぜだらけのさ透明かなったらなんかそういうスパッと入ってるみたいなおしゃれな、おしゃれなスパッと入ってるからで、その後さ、二人でさ、うん、学校の裏の先生の控室で土下座してよ、あー、謝り行ったね、裏教員室みたいなとこでさ、畳の部屋で行きづれえからさ、最初さ、先輩スタッフにさ、謝り行きたいんですけど、みたいなね、で、先輩スタッフもさ、いつも怖えんだけどさ、その時ばっかりさ、こっちに気遣ってもらってな、優しかったもんな、あの時な、もうだよ、まあ、あんな怖い、ね、厳しいスタッフが、ね、あのバシバシに教室から出てけって言われた時に、いや、山根大丈夫って確かあれだね、囲碁将棋さんだよな、バシバシに、バシバシに戦えて、どの先輩だとかもう、記憶飛んで、記憶飛んだ教室ね、うん、大ホールみたいな、うんうん、の横に事務長があって、あったあった、で授業終わりに、で、〇さんとあと女性スタッフがいて、で、急に、うん、〇さんに、うん、おい、山根、一発ギャグやれみたいな、その事務員さんに対して、うん、下ネタ言ったんだよおその女性の事務員さんに対してもうテンパってな、山でもなんかしなきゃと思ってな、ちょっと下ネタを大きい声声張ってやったんだよね、うん、私キスさんが何やってんのお前これでバツだとか言って、うんうん、なんか事務所にあったカミソリで右側だけ取り込み入れられて、うん、右側の眉毛だけ剃られて、眉毛も剃られて、うん、で右側のもみあげだけ剃られてあの左から見たら普通なのに右から見たらもう本当にだからやめろやめろとかそういう言葉表現やめてくれそういう表現は俺バ
イト行かなきゃいけないからって急遽コンビニ行ってあの女性の眉毛描くやつで髪の毛と揉み上げて黒いペンで描いてバイト行ったんだよ。そっか。いやでもなんか芸人だね。その一緒にいた、そこに一緒にいた同期のやつらは輝いてるわけだよ今じゃない？やつらに噛みつくのは